はい、こんにちは、白塚です。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第484回をやっていきたいと思います。今回は他者からの影響の1ということですね。自分にとって重要な人というのは自分たちにどういう影響を与えているのかというのを見ていきたいと思います。で、人は何を自分の目標とする傾向があるのかということですよね。人は目標があるとその目標に対しての大事な情報というのは意識に上がると、ね、脳で言語で理解することができるということですよね。だから目標というのは、ね、自分の人生を決めるものすごく重要な要素であるというのは見てきたんですけれども、ね、じゃあそもそも自分は 何を目標とする傾向があるのかといったときに、自分にとって重要な他者の影響を受けて自分の目標を設定する傾向があるということですよね。だから間接的に、自分としてはこれがいいというふうに自分で選んでるつもりなんだけど、間接的には実は他者から与えられた目標であるということが非常に多いということです。自分としてはこれがいいというふうに選んでるんだけど、実際はそれは他者からの影響ですよと、ね、他者から間接的に、要するにここにね、真ん中に自分の心が入ってるので、こうつながりが見えにくくなってるんですけど、ね、心が情報処理して結局自分がこれがいいって選んでるわけですけど、その情報処理の元が他者からの情報であるということですよね。だから間接的に他者から、ね、自分は何らかの目標を選ばされている可能性が非常に高いということになります。だから自分にとって重要な他者っていうのはものすごく影響が大きいんですね。例えばね、子供にとって重要な他者って言えば間違いなく親です、ね、子供にとって重要な他者っていうのは間違いなく親ということですよね。だから親の期待っていうのが子供の目標となりやすいとね、親がね、将来こういう風になった方がいいんだよということでね、ずっと話をする。親は親の考え方、価値観で、子供に何らかね、話をするわけです。そしたら子供はその情報を処理しますよね。で、そうした時に何らか子供がね、じゃあ自分はこれこれになりたいって言った時の、自分はこれこれになりたいっていう目標は自分で選んでるつもりなんだけど、その選ぶ元になってる情報が実は親からの情報なんですよね。だから親が自分の子供にこうなってほしいっていうのを子供に言ってるから、その子供がその情報を処理した結果、自分はこれになりたいっていうふうに言っているということですね。だから親の期待というのは子供の目標となりやすい。子供は自分でこう選んでるつもりなんだけど、実際は間接的に親から選ばされているということになります。目標、いい学校へ入るとね、手段、そのために勉強すると、本人は本人でなんか自分で選んでるような気がするんですけど、実はこの2つの情報の元っていうのは何なんですかって言ったら、自分にとって重要な存在である、つまり親であるということですよね。親が何らかいい学校に入った方がいいんだよと、ね、あなたが幸せになるためには、あなたが成功するためには、いい学校に入った方がいいんだよと、だからそのためには勉強することが大事だよねっていうふうに言ってるからね、だからその今回はその情報を処理して、結果的にじゃあね、あなたの目標はって言った時は、自分は A 大学に合格することです、 B 大学に合格することですと、ね、それが自分の目標なんですと、そのために自分は勉強頑張ってますというふうに自分で選んでる気がするわけですよ。自分で、ね、なんで A 大学がいいのかって言った時に、自分が、ね、いや私は A 大学がいいと思ってるから A 大学にが目標なんですと、 A 大学合格が自分の目標なんですって言って自分で選んでるつもりなんですけど、実際は、ね、その A 大学がいいっていうのは、いい大学に合格することが夢実現なんだ、成功なんだと、ね、っていうふうに聞いてしまってるわけですよね、自分にとって重要な他者からね。だから自分にとっての重要な他者が間接的にその人に目標を選ばされ、選ばしたということになるわけです、ね。はい、もう一つ、選手にとって重要な他者というのは競争相手ですよね。例えばスポーツをやっていると、ね、例えば野球やっている、サッカーやっている、テニスやっていると、そういった選手にとって重要な他者というのは競争相手ですと、ね、だから競争相手に勝つことが選手の目標となりやすいということですよね。で、目標は優勝すると、ね、手段、そのために練習するとね、他者よりもたくさん練習して他者に勝つと、競争で勝つと、ね、そして相手チームに勝つ、もしくは優勝するというのが目標になっているということです。しかしその、ね、自分たちはじゃあ何とか大会で優勝すると
でそのために今日も練習頑張りましょうって言ってるわけですけど、じゃあその目標ってどこから来てるんですかって言ったら、そういうふうに、ね、競争の社会の中で勝った方がいいですよと、優勝した方がいいですよ、優勝、目指した方がいいですよっていう自分にとって重要な他者からの情報っていうのを受けてるわけですよね。で相手チームは、相手チームはこんなことをやってるとか、ね、これだけ練習やってるとかっていう情報があって、じゃあ自分たちもそうした方がいいんだろうなっていうことで、目標を自分たちで決めて自分たちで選んでるようなんだけど、実際は間接的に選ばされているということですよね。なんでかっていうと、このね、世の中っていうのは結局 ね、 このね、限られたパイの取り合いじゃないんですよね。実際はね、そうじゃなくて無限なんですよ。例えばその幸せとか豊かさとか、幸せとか豊かさとか人生において本当に大事なものっていうのは無限なんですよね。豊かさっていうのはだから限られてるものじゃなくて無限なんですよ。で幸せっていうのも無限なんですよね。だから別にね、本当はですよ、本当は関係ないんですよ。相手チームが何をやってるとかね、どれぐらい練習してるとか、ね、例えば誰かが、ね、1位になったら、ね、1位は1人しか1位になれないとかね、でそういったのはこう人間が、ね、決めたルールの中、例えばスポーツっていうのは人間が決めたルールですよね。野球はこういうルールです、サッカーはこういうルールです、で、ね、で勝ったチームは、1チームだけですと、優勝できるのは1チームだけですと、金メダリストは 1人だけですと、全部人間が決めてますよね。だけどそれが絶対的な目標のように感じられるのは何でかといったら、その情報を誰かから聞いてるからですよね。世の中っていうのは限られたパイの取り合いで、誰かが1位を取ったら他の人は1位が取れないと、誰かが優勝したら他の人は優勝ができないと、ね、誰かが勝ったってことは誰かが必ず負けたってことだということを、まあ、自分の、ね、常識として持ってしまってるわけですよ。親とか教師とか、もしくはその、ね、ライバルチームとかね、そういった人たちから何らかの情報を受けることによって、あ、この世の中っていうのは、ね、成功は限られてるし、幸せっていうのは限られてるし、豊かさっていうのは限られてるんだと。だから誰かが成功したってことは自分たちは成功できないってことであり、自分たちがもし成功したならば相手は成功できないと、相手が優勝したってことは自分たちは負けたってことであり、自分たちが優勝したってことは相手は負けたっていうことだっていう考え方、価値観っていうのがもう埋め込まれてるわけですよね。実態ではないわけですよ。実態は、ね、幸せというのは無限。別に74億人全ての人が幸せになることは可能だし、74億人全ての人が豊かになることは可能なんですけど、でなんでこんなね、相手チームに勝つこととか優勝することとか、そういったのが目標になってるんですかって言ったら、その目標を、ね、決める材料としての情報を誰かから取ってるからですよね。誰かから取ってる。親とか教師とか、ね、相手チーム、ね、とかライバルチームから取ってるから。だからその情報の影響を受けて、ね、自分たちが勝つということは相手が負けるということであり、相手が勝つということは自分たちが負けるということであり、ね、優勝するのは1チームと、どっかのチームが優勝したならば他のチームは負けると、ね、誰かが金メダルを取ったということは他の人たちが金メダルが取れないと、まあ、そういう考え方、価値観というのはもう、ね、埋め込まれているから、こういう目標になるわけですよね。本人たちは自分で決めてるような気がするんですよ。自分たちはなんとか大会で優勝しますと、1位になります、だから勝ちます、ね、だから頑張って練習します、自分たちで目標を選んでるつもりなんだけど、その目標を選ぶ前提となる情報っていうのは自分にとって重要な他者から聞いてしまってますよねということです。だから自分にとって重要な他者の影響を受けて自分の目標を設定しているということですよね。自分で目標を決めてるつもりなんだけど、実際は他者から間接的に目標を与えられているのと同じだということです。ただ自分にとって重要な他者からの影響というのは無意識が受けていることが多いということですよね。こっちの方に刺激が与えられているわけです。情報がね、情報刺激が無意識の方に与えられているわけですよ。でその無意識に集まった情報の一部だけが意識に上がってきて、それを脳が言葉言語で解釈しているわけです。だから自分にとって重要な他者、親からの影響、教師からの影響、ライバルチームからの影響というのは無意識が受けていることが多いので、
自分が設定している目標が実は他者から与えられたものであるということに本人自身が気づいてないわけです。本人自身もなんかいい学校に入れた方がいいんだろうと、自分自身がいい学校に入った方がいいというふうに錯覚してるわけですよね。いや自分は、ね、A 大学がいいんですと、ね、それ自分の意思ですと、自分が、ね、あの A 大学がいいと思ってるから A 大学がいいと、だから合格したいんですというふうに本人自身がなんか自分で目標を決めてるような気がするんですよね。なんでですか、ね、その材料になっている元になっている情報っていうのは、ね、意識じゃなくて無意識の方が先に受け取ってしまっているので、自分が他者から、ね、その目標を選ばされているっていうことに本人自身が自覚がないんですね。ね、もしそうじゃなかったら、じゃあなんで A 大学がいいって言えるのかっていうことですよね。分かんないですよね。例えば A 高校が、A 高校に行って A 大学に行ってで A という会社に就職みたいな、だから大学生に人気の会社はここですって言ってランキングが1位2位3位4位ってこう出てきますけど、ね、大学生が入りたい就職ランキングでいう形で会社の名前が出てきますけど、なんでまだ1回も働いたことがない人が、ね、その会社がいいとか悪いとか分かるのかってことですよね。分かんないですよね。分かんないんですよ。だってその人はまだ入ってないんだから、ね、分かんないんですよ。分かんないにもかかわらず、ね、まだ働いたことがない大学生が1位はこの会社が人気で2位はこの会社が入りたくて3位はこの会社が入っていいっていうふうに判断してるってことは、それがいいっていう情報をどっかから聞いてるってことですよ ね。自分が体験してないのであればわからないはずなのに、ね、実際は体験してないにもかかわらず大学生がこの会社がいい1位です、ね、あみんなが入りたいって言ってます、ね、なんでじゃあそれが1位なんですか。それはそれがいい会社だって誰かから聞いてからですよね。もしかしたら親かもしれないし、教師かもしれないし、テレビとか新聞とかマスコミかもしれないけれども、何らか聞いてるから、だから目標として設定してるわけです。自分で選んでるんじゃないんですよね。間接的に選ばされてるわけですよ、ね。でもそのことに対して本人が自覚がないんですよ。じゃあ、だから、ねね、この外れた道っていうのは選ばないわけですよね。ね、例えば自分は音楽で行くとか芸術で行くとか、別に自分は就職じゃなくて独立起業するとか自分でビジネスするとか投資をするとかって言った風にこう選ばないわけですよ、ね、いや自分は A 大学に合格して A という会社に入りたいんだと、ね、なんで入りたいかって言うとって言って自分で言うかもしれないですけど、そもそも働いたことがない人にとってはどの会社がいいかなっていうのは分かるはずがなく、それがもし分かるというのであれば、それは他者から情報を与えられたからですよねと、その大学その会社がいいっていうふうに聞いたからですよね。だから結果的に自分はこれが目標だって言っていながら、実際はその、まあね、目標を選ぶ判断材料というのは他者から与えられたものだから、結局他者から目標を 選んでもらってる、他者から与えられてるっていうことになるわけです。しかしそれを本人が無意識だから、ね、実は親から選ばされてる、教師から選ばされてる、ね、もしくはそのマスコミから選ばされてるにもかかわらず、自分は自分の意思でその目標を設定し選んでるつもりになっているということですよね。だから自分にとっての、重要な他者、自分の身近にいる重要な人っていうのは、実は自分の人生にものすごい大きな影響を与えているわけです。だから普通人生っていうのは、ね、自分の環境と自分の身近な人を変えない限りは変わらないんですよね。なんでかって言ったら、自分の目標そのものが他者から与えられた情報、他者からの期待がその人の、ね、目標というふうになりやすいわけですよね。これがいいんだよって聞いたら、ね、意識じゃなくて無意識がそれを聞いちゃってしまっているので、ね、何かって言った時にそれが頭に思い浮かぶわけですよ、ね、じゃあいざ目標を立てないといけないって言った時に、じゃあ何を目標にしようかなと思った時に、あこれを目標にしようっていうのは大概昔親とか教師とかマスコミから聞いた情報が、ね、判断材料になって、まるで自分がその目標がいいっていうふうに選んだつもりなんだけど、実はそれは他者から与えられた目標ですよということですよね。だから私たちっていうのは、ね、自分たちが思う以上に他者の影響を受けていると、特に自分にとって本当に近くにいる身近な他者の影響というのを大きく受けているということですよね。だから本当に人生を変えるといった場合は、もう基本的には自分にとっての重要な他者というのを変えるしかないということですよね。
なので、この入ってくる情報そのものを変えないと目標を、ね、自分の主体的に選ぶということができないということですよね。その目標なんでいいって思うんですか、いや自分はこれがいいと思うからですって言いながら、実はそれは親とか教師とかマスコミとか、ね、そういった、ね、ものの情報をもとに自分はなんとなくこれが目標といい、としていいというふうに思っている。目標そのものを他者から実は間接的に与えられているので、結果的に自分の人生というのも他者から与えられた人生になっていくということですよね。だったらそれを変える方法というのはもう自分にとって重要な、ね、存在、他者というのを変えるというのが一番、ね、根本的な、まあ、問題解決法になるということです。だから人っていうのはなんかね、自分の行動、自分が何を喋って何をね行動するっていうのは全部自分で選んで全部自分の意思でやってるように見えるんだけど、実はほとんどはそうじゃないんですよね。ほとんど他者の影響を受けて、なんで今そのことを言ってるのか、なんで今その行動を取ってるのかっていうのはほとんど他者の影響で実際はやってるわけです。しかしそれが無意識だから、ね、自分はね、自分の脳は自分の心のねこの働きというのを気づけてないので、ね、だから自分は自分が選んで話してるつもりだし、自分は自分で選んで行動してるつもりなんだけど、実際はその言葉その行動というのは他者の影響を受けてますよと。そして自分が何かこれがいいとこの状態になりたいって言ってるその目標そのものも間接的に実は他者からそれがいいっていうふうに聞いたからだということです。もし本当にそうじゃないというのであれば、体験してないものは得られないですよね。ね、自分はこの会社とこの会社と2つ就職してみて、両方とも働いてみてこっちの会社が良かったっていうんだったら分かるんですけど、働いたことがない大学生がなんでこの会社が1位でこの会社が2位なのかって分かるはずがないんですよ。分かるはずがないにもかかわらず、それでこっちの会社が1位でこっちの会社が2位ってことはもう聞いてしまったからってことですよね。他者から聞いてしまったからということですよね。この会社がいいというふうに聞いてしまったからということですよね。ってことは自分の目標というのは他者から選ばれていると、ね、他者に与えられた目標だということですよね。だからそのことにまず気づくということが大事です。だからまあ人生というのを抜本的に変えるということであれば、やっぱり自分にとって重要な他者というのを変えるしか基本的には方法がないし、ね、自分たちが意識し どれぐらい意識しているからはともかくとして、無意識は多大に他者の影響を受けていると。それは自分たちの目標設定という一番根本の部分で大きな影響を与えているんだということですね。はい、今回の動画がですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。